前回ですね、ついに都市世界の朱雀を倒して、これで、ボス4体と、あと、大きな世界4つも全部クリアしたんですが、塔はまだまだ上に登ることができるので、ここから登って最上階を目指していこうかなという感じです。よろしくお願いします。前回から変わってはいないんですが、ローラさんがあと、防御が1でカンストしますね。で、ゴージュさんも、今装備できる最強装備をしていて、コカトリスと、エデルがコカトリスで、ミシェルがドラゴンプリンスですね。ドラゴンプリンスだけがレベル13になって、ちょっと飛び級しちゃったっていう感じですね。スザクさんの肉を食べたっていう感じになってます。バルカン砲をちょっと買い足しておきました。スザクを倒すと、族の町のアイテム屋さんが再び使えるようになるので、バルカン砲便利だったので、買い足してあります。じゃあ行ってみましょう。じゃあ塔に登って、こっちですね。下の方にトゲがあるんですけど、その奥に扉があって、この辺かな？こっちですね。赤い封印が施されているという感じなので、アイテムでクリスタル使っていきましょう。赤の、スザクさんの封印を解いて、クリスタルを使うと、封印が解けるっていう感じですね。封印が解けると。よし、じゃあこんな感じで。レッドマシュマロさん初めてですかね。オッケー。17回からですかね。行ってみましょう。特に何もなしで。ナーガさんとヌエ、食肉では紹介したんですが、初めて戦う敵ですかね。レッドマシュマロもそうですね。うん。オッケー。複数体出るとやっぱり結構強いですね。回復をちゃんとしつつ行きましょうか。よし、オッケー。じゃあ、17回行ってみます。上に登っていくと思うんですけど、こっちは端っこは何もないという感じか。なんか塔も上に登るにつれてだんだん狭くなっていってるっていう感じなんでしょうかね。で、ここが、最上階に近くなっているという、そういう感じなんでしょうかね。入り組んでいるけど、こっちが相撲でしたね。左は何かあるのかな？ちょっと見てみます。おーっと。あー、自動で進んじゃうやつなんですね。なるほど。お、サイコソルジャー。侍系の敵ですね。強そうな感じだ。牙で行きましょう。うん。OK。こっちもかなり強くしてるので、ラック、一体だったら楽ですかね。ってことは、こっちは、トラップというか、一周させられる罠みたいな感じなんですかね。OK、じゃあ戻りましょう。こっちが、18階に行くところですかね。お、宝箱が端っこにあると。ドアですね。これ、最後の街に売ってたりはするんですけど、結構貴重なアイテムで、好きな階に、瞬時に移動できるアイテムになっています。3回しか使えないんですよね。なんで、一旦取っておこうかなと思います。フレアの書とか、階に行きやすくなりますね。空中世界に。ここは18階と。外周から行きましょうか。こっちに扉があると。一旦入ってみますか。あー、こっちは小世界っていう感じですかね。あー、忙しい。めちゃくちゃ忙しい感じなのかな。エスカレーター的な。こっちが自動で下に行くと。なるほど。アシュラがあちこち破壊してくれて、我が社は大儲け。アシュラ様様というところか。どこかの会社という感じなんですかね。本棚は何もなくて、アシュラが神様を封じ込めているという話だけど、神様なんて本当にいるのかな？なるほど。一応特に手に入る宝箱というかアイテムはなくて、情報だけくれるって感じですかね。なんか攻略サイトとか、情報によると、ここはスクエニじゃなくて、当時はスクエアですね。の、会社の、なんか背景なんじゃないかっていう話がありました。は
はい、そんな感じですね。18階に会社的な、あの、小世界があるという感じですね。ここは針なんですが、ここは回復は、特にしない、フェイクのやつですかね。HP は一旦大丈夫かな。で、こっちが多分進む方だと思うので、グレートドラゴン出てきましたね。これ食肉がちょっと、後半にやるとできない種族じゃなくてできなかったんですけど、うん、OK です。グレートドラゴン、この辺で出てくるんですね。なるほど、なるほど。で、こっちが戻ると。OK です。じゃあ、先に進んでいきましょう。ここは宝箱は、いますね。よしと。44マグナム。読み方合ってますかね ?44 マグナム。ライブアライブでも、サンダウンさんの最強武器でしたね。44マグナム、特殊武器だったと思うので、どうしよう。一旦チェーンソーと交換しておきますか。OK です。じゃあ先に進んでいきましょう。ここが19階ですね。どんどん登っていけますね。お、ウォッチャー初めてですね。食肉ではできてるモンスターなんですけど、敵として戦うのは初めてですね。よしよし、OK です。こっちが進む方ですかね。OK、じゃあ、回り道していきましょう。お、自動で行っちゃうやつですね。ここは回復の泉で、こっちが、なるほど、なるほど。右が降りて左が上がるっていう感じですかね。こっちに、小世界がありますね。ここは嫌な雰囲気のところですね。廃墟的な感じですかね。人が倒れていて、子供の死体だ。いやー、ここ、初め見たときに、なんていうか、こう、ゾッとしたというか、なんか、悲惨な、無残な感じっていうんでしょうか。グレートデモ、先制攻撃ですね。4体。ブレイクとかデスは、対戦持ってないと一撃で倒せるので、結構便利ですね。で、グレートデモを倒して、地下に降りていくと、人が倒れていると。社長が落ちてる。なんとかこのシェルターに逃げ込めた。限られた水と食料を長持ちさせるため、私はほとんど手をつけずに、子供たちに与えてきた。だがもう限界だ。ケン・ユキ、お前たちを置いていく父さんを許しておくれ。アキラ、二人のことを頼むぞ。神よ、私の命と引き換えにこの子たちをお守りください。私は、ここで手帳の、手紙が終わっているって感じですかね。うん、そうですね。いや、願い虚しくっていう感じなんでしょうか。お、大魔導士さんが初めて出てきましたね。ブレイクの書で、結構この辺になってくると、魔導士系の敵も厄介なので、一気に倒せちゃうといいかなっていう感じですかね。コカトリスも初めてと。で、一応ですね、ここの BGM が、もう一回変わるかな。この BGM が多分ここ限定じゃなかったかな。すいません、記憶違いだったら申し訳ないんですけど。だけだったと思うので、結構レアな BGM になってます。戦闘すると戻っちゃうみたいですね。お、機動砲兵初めて出ましたね。強そうだ。で、ですね、アイテム、ここで核爆弾が謎に手に入ってるんですけど、これですね、地下にいた父親の手帳を読むと手に入るアイテムで、かなり強いアイテムなんですよね。一回しか使えないんですけど、貴重なアイテムなので、一旦取っておこうかなと思います。じゃあ、先に進んでいきましょう。はい、じゃあ、登っていきましょう。こっちは宝箱ありますね。イージスの盾。これも貴重なアイテムですね。確か非売品だったような気がしたんですけど、最強の盾ですね。どうしよう。いや、一旦、取っておきましょう。レイスさんが初めてですかね。で、ウォッチャーも出てきたと。
よし、じゃあ先に進んでいきますか。ここが20回ですね。お金がめっちゃ溜まってますね。62万。なるほど。じゃあ左は、特に何もないと。OK でした。下に行きましょう。この回復の泉はフェイクみたいですね。左と右にどっちもドアがある感じか。よし、じゃあ左のドアから行ってみましょう。ここは小世界と、本棚がいっぱいある世界ですね。アーサー11階、19321。アーサー、人の名前ですかね。ん？クロウ13階、52-18。ん？ここなんか、あれですね。謎に行けない感じになっている。見えない壁が。うん、ここだけか。なるほど。で、ハーンが19階、72614と。なんか点数なのか、日付なのか、なんでしょうね。数字があると。ここは特に、あ、ジークさん、6階、24212と。お、ここはあれですね。隠し部屋でフレアの書があるとこじゃなかったかな。あ、やっぱそうですね。本棚が実は宝箱が隠れていて、フレアの書があるという感じですね。じゃあ、装備させておきましょうか。はい、隠し部屋でした。パッと見ではわからない感じですかね。リズさんが12階、81-28。なんだこの記録は一体誰が？いやー、一体誰なんでしょうね。こんな感じで、あ、ここも見えない壁だな。ローラ、こいつらみたいに途中でやられてたまるか見てろよ。なんかこう、記録を取ってる本の世界というか、おそらく神様的な、そうですね、神様、そうですね、人が、的な方が、こう、記録をつけていってるっていう感じですかね。この名前とか、多分、アーサーは11階まで行けて、11階で、あの、戦線離脱しちゃったっていう感じなんですかね。で、多分ですけど、このローラさんたちも、監視されていて、記録をつけられていってるっていう感じなんでしょうかね。はい。それではですね、今回も食肉コーナー、エデルさんの紹介でやっていきましょう。ですね、今回ですね、レベル12のモンスターを紹介するんですけれど、ですね、せっかくミシェルさんがドラゴンプリンスで飛び級でレベル13になってるので、ミシェルさんはそのままにしておいて、今回エデルさんだけでレベル12のモンスターを紹介していこうかなと思います。はい。じゃあ、エデルさん、もともとですね、コカトリスだったんですけど、そこからですね、獣人系のモンスターの肉を食べて、セミ人間に変化していきます。で、セミ人間から、トラ系のモンスターの肉を食べて、エレキウナギに変化します。で、エレキウナギが、キマイラ系ですね。キマイラ系の肉を食べて、キングクラブに変化します。で、キングクラブが鳥系の肉を食べて、異次元サソリに変化します。で、異次元サソリが、ですね、イモムシ系のモンスターですね。イモムシ系のモンスターを食べて、コウリュウに変化します。それで、コウリュウがキマイラ系の肉を食べて、ダイオウイカに変化します。で、その後、ダイオウイカがヘビ系の肉を食べて、ラクシャーサに変化します。で、ラクシャーサが、カニ系のモンスターの肉を食べて、バクに変化します。で、バクがキマイラ系の肉を食べて、ガルーダに変化します。それで、ガルーダがゲンシアリの肉を食べて、サンドウォームに変化します。サンドウォームがガンフィッシュの肉を食べて、サラマンダー、ごめんなさい、魚系ですね。ガンフィッシュ、魚系のモンスターを食べて、サラマンダーに変化します。サラマンダーがタコ系の肉を食べて、黒猫に変化します。それで、黒猫が、ドラゴン系の肉を食べて、ファイヤーフラワーに進化していくっていう感じですね。かなり、一人でこなすので、道のりが長いんですが、ほとんどですね、都市世界から最上階の塔、塔の最上階までの間に、一応全種類出てきそうかなというところなので、
そのあたりで進めていけたらなと思います。ただ出現率が低いモンスターはちょっと塔を降りて食べていくのもありかなっていう感じですかね。はい。ここでついでになんですが、肉を落とさないモンスターも合わせて紹介したと、したいと思います。今回出現してきたのがですね、人間系、侍系ですね。侍系のサイコソルジャーと、魔導士系の大魔導士と、ロボット系の、機動歩兵なんですが、この辺りになってくると、どの敵も強いんですが、特に注意したいのが、個人的には大魔導士が、戦っていて、ちょっと嫌だなと思いました。動画上では多分使ってなかったと思うんですけど、ブレイクとかデスも使ったりして、一撃でやられる可能性もあって、あと単純に、数が多く出てくることが多いので、なんか先手を食らっちゃうとかなり手痛いなーっていう感じがしたので、要注意ですね。できれば先に行動して、一撃で倒せる、ブレイクとかを使ったりして倒せたらいいんですが、なかなか難しいですね。エクスカリバーでも、一撃で倒すほどのダメージが出なかったので、ちょっと厄介でしたね。オッケーです。ミノタウロスの肉落ちましたね。獣人系の肉なので、エデルさんに食べさせていきます。で、セミ人間に変化しました。セミ人間が、虫人間系ですね。HP が551、攻撃70、防御88、素早さ89、魔力が69。使える技が爪と噛みつきと血を吸う。あと、歌声が使えますね。バツ霊気で地震、丸地震という感じですね。OK です。スノーキャットの肉落ちましたね。トラ系なので、このままエデルさんに食べさせて、エレキウナギに変化しました。エレキウナギは、魚系ですね。HP が606、攻撃71、防御69、素早さが88、魔力が52で、使える技が噛みつき、ヒレ、電撃、サンダー、丸炎、丸電気っていう感じですね。おー、そんなには効かないですかね。OK です。マンティーコア、キマイラ系の肉ですね。落ちたので、エデルに食べさせて、キングクラブに変化しました。キングクラブが、HP が606、攻撃が70、防御が99、素早さが53、魔力が51、防御力が乾燥してますね。使える技が2本のハサミと、噛みつきと、マヒ爪サンダー。で、丸石か丸炎、バツ電気という感じですね。ちなみにキマイラ系のモンスター、なんかこう、出づらい印象があるんですけど、塔の10階ですね、空中世界の、がある、回数のところのマンティコアがめちゃくちゃ出やすいので、キマイラの肉を落とすには、いい場所かもしれませんね。おー、結構ダメージ出ますね。222。OK です。サンダーバードの肉落ちました。鳥系なので、エデルさんに食べさせて、異次元サソリに変化しました。異次元サソリが、HP が551、攻撃52、防御が89、素早さ87、魔力が70で、使える技が2本のハサミ、牙、毒針、影分身、毒斬り、テレポート、バツで、バツ霊気という感じですね。テレポートが結構レアなんですよね。先ほど手に入れた、今回手に入れたドアと同じ効果ですね。どこでも行けるっていう感じで、で、5回使えるっていう感じですかね。OK です。クローラーの肉落ちました。芋虫系なので、エデルに食べさせていくと、交流に変化します。交流が、HP 606、攻撃71、防御が88、素早さ69、魔力が52、使える技が牙巻きつく、毒の牙霊気、と、丸武器と丸毒っていう感じですかね。あ、OK です。キメラの肉落ちましたね。エデルさんに食べさせて、ダイオウイカに変化します。ダイオウイカが、タコ系ですかね。HP が606、攻撃71、防御が69、素早さが70、魔力が52で、使える技が噛みつき、爪、巻きつく、触手8つ、毒斬りサンダー、で、丸炎という感じですね。使える技が多いですね。
おー、そんなに強くはないですかね。お、オッケー、運よくオロチの肉落ちましたね。そしたら、エデルさんに食べさせて、ラクシャーサに変化しました。ラクシャーサが、HP606、攻撃88、防御52、素早さ69、魔力が71で、使える技が、牙、ファイヤー、ブリザード、サイコミラー、丸吹きっていう感じですね。サイコミラーって初めて見ましたね。3回だけ使えると。あー、身を守ってる。なるほど、なるほど。こんな感じなんですね。OK です。アイスロブスターの肉が落ちたので、エデルさんに食べさせて、バクに変化しました。バクが HP666、攻撃が88、防御が71、素早さ69、魔力が52で、使える技が爪、テレパシー、鼻、サイコブラスト、テレポート、で、バッテレイクという感じですね。テレポートが使えるのと、サイコブラストが、結構強いんですけど、魔力がちょっと低めなんで、効くのかな？そこまでですかね。でも、まあまあっていう感じでしょうか。OK です。バンティコアの肉が落ちたので、エデルさんに食べさせていきます。で、ガルーダに変化しました。都市世界でなぜか急に出てこなくなっちゃって、あのキマイラが。なので、また塔に降りてきました。なんか、あるあるというか、欲しい肉が落ちないあるあるですよね。ガルーダさんが HP606、攻撃71、防御が52、素早さ88、魔力が69。使える技が爪、くちばし、目つぶし、サンダー、竜巻、丸地震っていう感じですね。OK です。アリ地獄の肉が落ちたので、エデルさんに食べさせていきます。昆虫系ですね。これでサンドウォームに変化しました。サンドウォームが、HP666、攻撃71、防御52、素早さ51、魔力が70。魔力が高めで、使える技が噛みつき、尻尾、砂地獄、地震。で、丸地震、バツ、霊気、不意打ちという感じですね。おぉ、砂地獄は素早さを下げるみたいですね。お、地震、いいですね。全体攻撃で、だいたい150ぐらいか。結構効きますかね。OK です。ハンマーヘッドの肉が落ちたので、エデルさんに食べさせていきます。これでサラマンダーに変化しました。だいぶ降りてきちゃいましたね。魚系の肉はなかなか落ちなくて。エデルさんの、サラマンダーが HP666、攻撃が70、防御が88、素早さが53、魔力が51で、使える技が爪、牙、触るとやけど、炎っていう感じですね。で、補助で丸炎、バツ、レイクという感じですね。OK です。雨降らしの肉が落ちたので、エデルさんに食べさせていきます。これで黒猫に変化しました。黒猫が、HP606、攻撃が89、防御が70、素早さが87、魔力が52で、使える技が爪と噛みつきと呪いの目、あとデスが使えますね。あとは不意打ち警戒と。デスが使えるのいいですね。おー。デス5回しか使えないですけど、かなりいいですね。あー、呪いの目は呪わせるっていう感じですかね。OK です。ドラゴン系の肉が落ちたので、エデルさんに食べさせていきましょう。これでファイヤーフラワーに変化しました。ファイヤーフラワーが、HP が666、攻撃が70、防御71、素早さが51で魔力が52。使える技が触手と鼻と、触るとやけど、とファイヤーですね。丸炎、バツ、霊気という感じです。はい。こんな感じで一応レベル12のモンスターの紹介でした。かなり多いですね。レベル12とレベル13で、全25種をカバーしているっていう感じなんですけど、なんでレベル13が12体ですかね。で、レベル13が12体で、レベル12、今回紹介したのが、13体という感じになります。はい。すいません。今、食肉途中だったんですけど、新宿ビルの最大まで来まして、で電車にもう一回乗ろうかなと思ったんですけど、
電車はあれですね、スナックを倒してると乗れなくなっちゃうみたいですね。こんな感じで。はい、それではミシェルさんの小ネタコーナーやっていきたいと思います。今回ですね、お金に関する小ネタを紹介できればなと思います。今現在ですね、989,976KB 持ってるんですが、最大所持できる、お金っていうのは999,999KB なんですね。で、実はですね、これを超えてしまうと、ゼロに戻っちゃうみたいなんですね。で、また1から戻っちゃうので、ちょっと試しにご紹介できればなと思います。はい、OK です。4,800KB 手に入れて、こんな感じでお金が、カウントがまたゼロに戻って、4,376まで減っちゃいました。はい、所持限界が999,999なので、それ以上手に入れちゃうと、ゼロからスタートになっちゃうっていう感じなんですね。なので、かなりもったいないので、できればお金がマックスになる前に、使えたらなという感じでした。この辺の、バグも修正してもらえたら嬉しかったんですが、はい、この辺は直ってなかったみたいです。はい、というわけで、ミシェルさんの小ネタ紹介コーナーでした。ありがとうございました。